めましての方も、そうでない方もこんにちは、古原靖久です。今日はですね、この僕古原靖久という人間が一体どのようにして、この、芸能界で、今まで、やってきたのかっていうことをですね、ちょっと皆さんに知ってもらおうかなと思って、カメラを回しています。そもそもその芸能界にその入りたくて、いや絶対入ってやるみたいな感じで入ったというよりかは、僕養護施設出身なので、その養護施設側が就職か進学が決まっていないと辞められないよっていうのを卒園する2週間くらい前に言われたんですよ。でも2週間前に言われても就職か進学って決まらなくないですか？すぐには。そうだよね、決まらないよね。だったら新聞配達の住み込みを紹介してあげるっていう風に言われて、あ、これもう完全に新聞配達の住み込みをもう織り込み済みで、これもやらされる羽目になるやつだと思って、先生の言いなりになりたくなかったから、いや実は俺芸能界にスカウトされてたんですよ。だから芸能界にスカウトされてるからそっちに行くと、苦肉の策的な感じで、あ、そうなのと、あ、じゃあ所属事務所が決まったら社長から一本連絡を入れてくださいというふうなことで、本当に所属しなきゃいけないことになり、でその時に名刺もらってたやつを全部、おじいちゃんに渡して、でそのおじいちゃんから紹介された事務所が、前に所属していた事務所だったんですね。でその事務所に入って仕事が決まったのが、もう本当にのぶたプロデュースが最初だから、デビュー作は僕のぶたをプロデュースなんですけれども、のぶたをプロデュースやった時なんて、もう本当にあのオーディションだったんですよ。オーディションで、これ裏話をすると、そのオーディション僕ね、2人で受けたんですけれども、片方五十嵐俊二くんでした。僕だから最初に芸能で多分ね、お友達になったというか、多分それが俊二だったかな、そうやって考えたら。で俊二とは後にね、イケメンパラダイスで共演することになるんだけれども、その時は俊二多分ウルトラマンメビウスが終わったばっかくらいの頃だったのかな。なんかその時に連絡先交換してね、サイゼリア行ったりとかしましたよ確か。懐かしいな。で僕その時に今まで演技とかやったことがないけど、一応役があって、で席どこに座ってんのって言われたら、山下くん、ヤマピーの後ろの後ろの席あたりに僕は座ってました。やったことがないから演技、兄貴兄貴坂東が言ったんだってさっていうセリフ本当はあったんですよ。だけどそれ、兄貴兄貴坂東が言ったんだってさっていうのをカメラ前でやったんです。僕こうやってもう一回同じことやれって言われるんですよ、ドラマの撮影って。なぜかっていうと、こっち側から撮ってんのとこっち側から撮ってんのって何回もやるんですけれども、演技なんてやったことがないから同じことができないわけですよ。え、もう一回同じことってさっきのタイミング、どのタイミングでやったのっていうことが何個も続いて、どん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 セリフが削られていくっていうね、ものすごいね、きつい思いをしましたね。だからセリフが削られていくのが嫌で、みんなのやつを見てモニターとかで、あ、なるほどこうやってやってるんだみたいな、そうやってなんか勉強していった感はものすごくありました。それが僕のだからね、デビュー戦だったんですけれども、めちゃめちゃなんかね、悔しい思いが本当に強かったですね。だからのぶたの時のさ、なんか共演者の人たちもね、たくさんいたりとかしてさ、でもやっぱみんなさ、演技がめちゃめちゃ上手だけど負けたくない気持ちだけはめちゃめちゃあるから、どうやってやったら映るかみたいな、そんなことばっかり考えていて、もうなんか演技というよりかはいかに映るかってことをもう常に考えていたっていうのが、のぶたプロデュース、もう本当に心に余裕も全然なかったし、もうとにかく精一杯で、ただね、めちゃめちゃ楽しかったんですよ本当に。学園祭、もう毎日が学園祭で、なんかみんなはさ、芸能界長い子たちもいるから、え、これいつ終わるんですかみたいな、やっぱ空気も出てくるわけ、現場がめちゃめちゃ押すと。で夜中のてっぺん、12時てっぺんって言うんだけど、このてっぺんを声出すと、なんかみんなのさ、早く帰りたいオーラがめちゃめちゃ出てくるのがわかるんだけど、俺こんな楽しい現場なのになんでみんな帰りたいんだろうってずーっと思ってたもんね、本当に。っていうのがね、だからね、もう本当にのぶたプロデュース最初はもう本当に楽しかったな、あれ。本当にもう学園祭だった本当に。っていう感じでしたね。それがのぶたプロデュース。で、のぶたプロデュースを終えて、その次に花盛りの君たち、イケメンパラダイスですね、これ。で、イケメンパラダイスは、もうこれも学園祭だったんだけれども、のぶたと違ったのは、
あの、いかに映るかはもちろんあるんですよ。なんでかっていうと、あの、メインキャストではなく、サブキャスト、レギュラーなんだけれども、あの、サブキャストだったりとかしたから、その中でいかに映るかって、これめちゃめちゃ重要なんですよ。やっぱり、のぶたで培ったちょっと経験がやっぱ若干あるので、この台本読んだ時に、生田斗真さんが喋ってるセリフ、あるじゃないですか。で、その後、堀北真希ちゃんが、喋るセリフ、みたいな、そういう風になったりとかしてるときに、もちろんどっちも撮るんですよ、こうやって。堀北真希ちゃんの方に、こうやって、バーってカメラが向いたりとかしたら、みんな堀北真希さんの方にバーって行くわけですよね。もう。でも僕は、これ多分、堀北真希さんが喋ってるのを聞いてる生田斗真さんなのかなみたいな感じで、そこ行くのグッてこらえて、生田斗真さんの番に来たらこうやってバッて後ろに行くみたいな。でもみんな堀北真希さんの方にバッて行ってる部分があったりとかしたから、要はこっちの人はもうこっち側に来れないですよね。だってつながりっていうのがあるから。だから僕は結構そういった意味ではイケメンパラダイスではまあ映ってる方だと思います。なんかそうやって台本の中でどう映るかをなんかのぶたの時よりもさらに磨いた感は若干ありましたね。みんな俺のポスターのさ位置とかなんとなくなんだろう覚えてるかな。結構ね、いい位置にいたりとかするんですよ、僕。あんまりその、メインキャストではなかったから、結構俺なんかね、めちゃめちゃね、なんかずるいみたいな感じで言われたのめっちゃ覚えてるんだよね、なんか。イケパラの時って。泊まりのロケが一回あったんですよ。で、あそこってもうイケパラファンの人たちがみんなブワー囲んで撮影してたりとかするから、僕は全然知らなかったんですけど、もう旅館の周りとかもめちゃめちゃ人がいたんですよ。でも僕、いたの気づかなくて、みんな夜ね、まあやっぱ役者の人ってね、本当にお酒好きだなと思ったんだけれども、めちゃめちゃお酒飲むんですよ、みんな。次の日撮影にもかかわらず。僕酔っ払っちゃったんですよ、お酒。セブンイレブン近くにあったから行ったんですよ。ファンの方が、もうそこのセブンイレブンにめちゃめちゃ待ってて、僕なんか全然メインじゃないけれども、でも一応イケメンパラダイスの方に出てたから、めっちゃ囲まれちゃって、で、僕その時サインとか全然なかったんだけれども、サインとかもなんか頼まれちゃったから僕サインとか書いたんですよ。そしたら、それを、さっき出てきたその五十嵐俊二にめちゃめちゃ見られてて、めっちゃ怒られたんですよ。岡田将生くんが、安さんつって五十嵐さん呼んでますみたいな。で、俺酔っ払ってるから全然わけわかんないでしょ。で、呼ばれて行って、そしたら俊二がこういう椅子に座ってて、おい、安お前そこ座れって言われて、お前何囲まれてんだよみたいな。しかもお前サインしただろって言われて、お前がサインしたら他の人たちも全員サインしなきゃいけなくなるのわかるっつって、お前そういうこと考えながら動けよみたいな。それがイケパラの中でもめちゃめちゃ強い思い出ですね。で、ここで結構ね、人生の転機的なものが訪れるんですけれども、イケメンパラダイスやってる最中に、実は後に、僕が主演をするエンジン戦隊ゴーオンジャーのオーディションが実は行われていました。その時僕、呼ばれてなかった。イケメンパラダイスやってる時っていうのは、最後の方までは。でも、結構なスパンで、戦隊のオーディションってやるんですよ。だから最初の方って、イケパラのみんなが、紙を持って、で、ちょっとお前この役やってって言われて、で、僕ずーっと、後に自分が主役やる敵役をずーっとやってたんですよ。イケパラメンバーと一緒に。そう。で、俺いいな、いいなってずっと言ってたの。そう。いいな、いいなって言ってて、最後の方ようやく呼ばれたんですよ。イケパラのメンバーとかともオーディションを受けることにはなるんだけれども、よかったのが、同じ回に当たらなかったことかな。イケパラのメンバーとかと。なんか、全部回が違ったから、もう最終的にはだから、ぶつからなくてよかったなっていうのが正直な思い出で。で、最後、まあ、これゴーンジャーの話になっちゃうんだけれども、最終的に、まあ、20人くらいになって、これが最終オーディションですよって言われるんだけれども、この最終オーディションでね、またね、一つね、恐ろしいことが待ってるので、それはちょっとこの後のね、ゴーンジャーの時の会話でお話しします。